全州市長全州市は大韓民国全羅北道中部の市、道庁所在地であり、全羅北道で唯一の特定市である。古い街並みとカトリック制度全州は、かつての全羅道の中心であり、当時の官庁が残る。全州各社は、中央から北高官が宿泊した施設放難門、全州喜び元どのくだら時代には、寒山と呼ばれた。 山間時代のくだらの時から形成された古い町であり、歴史と伝統がたくさん残っているため多くの観光客が訪ねている。また、昔から味の戸と呼ばれており、全州の食べ物は韓国の中でも最高の味であることを自慢としており、全州の人の味覚のレベルは高いと言われる。その特産品は全州八味などと称されている。緩やかな増加傾向となっている。 国立私立中央からの交換をもてなしたゲストハウスだった建物の正面には大きく包廃の館とある。これは中国全館の初代皇帝、龍邦の出身地である廃剣軍豊か県にあやかったもの。全州ビビンバビビンバは伝統的に全州、珍珠海州で発達した。特に全州ビビンバは平壌の冷麺海上の夕飯とともに、 朝鮮王朝時代の三大名祭とされた。現在、韓国の無形文化財となっている。全州が位置する湖南平野で生産される具材が特徴である。2000年から毎年、全州国際映画祭が行われている。中でも、毎回アジアで活躍する3人の映画監督に1人30分で制作を依頼したオムニバス映画、3人3色の人気が高い。 ドンアートセンターサッカーの全北現代モータースは2020シーズン終了時点で K リーグを8回制している。バスケットボールの全州 k c c イージスは2011年時点でリーグ最多優勝回数を誇る。かつては韓国プロ野球の3番ウルレーダースが市内を本拠としていたが2000年に解散。チームは SKY バーンズが新規参入の形で引き継ぎ、 同時に本拠地をインチョン広域市に移転した。ありがとうございます。